はい、アンパンマンのペロペロチョコを開けていくよ。今日はまずはアンパンマンから。アンパンマンのペロペロチョコ、裏側にはここにクイズがあるんだよね。このクイズはこれは誰かなーっていうクイズなんだけど、この黒いシルエットは誰の形をしてるかな。俺は顔のとこが四角いからやっぱり食パンマンだね。じゃあ食パンマンだと思うので一応開けてみよう。せーの、それ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 、あ、当たってたよ。さっきの形は食パンマンだったね。はい、おいしそうなチョコレートアンパンマン。はい、次はペロペロチョコの赤ちゃんマン。赤ちゃんマンはどうかな。後ろの問題はこれは誰でしょう。なんか顔が三角だからこれはちょっとわかるね。きっとこれはおむすびマンだね。それじゃあ早速開けてみるよ。せーの、よいしょよいしょよいしょ。はい、おむすびマンだったね。大正解。みんなは当たったかな。はい、これは美味しそうな赤ちゃんマン。ここはいちごの味がするのかな。はい、次はこれはドキンちゃんだね。ドキンちゃんのペロペロチョコだよ。それじゃあ問題は誰だろう。これは誰かな。これはそうだね、この形はきっと赤ちゃんマンだね。よし、みんなは赤ちゃんマンだと思う？それじゃあ開けてみるよ。それー、はい、正解は赤ちゃんマン。みんなは当たったかな。よし、それじゃあこれが美味しそうなドキンちゃんのペロペロチョコだ。はい、それじゃあみんなはアンパンマンかそれか赤ちゃんマンかドキンちゃんか、どのペロペロチョコが好きかな。